CE7000 シリーズはマーキングフィルム、シールやラベル、アイロンプリントシート、ラインストーン用型紙、ポップなど幅広いカット用途でご活用いただけるカッティングプロッタです。充実した機能を搭載し、高いコストパフォーマンスを実現しています。 CE7000 シリーズの主な新機能は次の通りです。快適なプリント&カットのために、さらに進化した自動トンボ読み取りシステム ARMS8.0、 専用データをバーコード管理するデータリンク機能、 USB ポート増設により実現した USB メモリからのオフライン出力機能、台紙を水平に搬送させカットを安定させるカッティング用台紙テーブル。 CE7000 シリーズはプリンタやリップの種類に制限されることなく正確にトンボを読み取り、精細なカットが可能です。また最新の ARMS8.0 には専用バーコードによるデータリンク機能が追加されています。カットデザインを作成する際に専用バーコードを組み込めば、カット時の作業工程を削減できます。専用バーコードを読み取ると、パソコンや USB メモリから自動的に該当するカットデータを取得してカットを行います。単色メディアはもちろん、ホログラムや高輝度反射シートなどの特殊メディアでもトンボ読み取りが可能です。 CE7000 シリーズは用紙搬送性、カット性能ともに向上しています。 CE7130、 CE7160 のプッシュローラーはメディアに合わせて圧力を3段階で調節することができます。また標準付属のメディアストッカーはロールメディアの蛇行を最小限に抑えます。 CE7000 シリーズは塩ビフィルムのような薄いメディアから、ラインストーン用型紙のような厚みのあるメディアまで、幅広い素材を自在にカットできます。さまざまな機能や特徴により、ステッカーを台紙ごと切り抜くことができます。ポップなどの切り抜き用に、台カット用のカッター溝とツール位置が設計されています。頻繁に使うメディアに合わせたカット条件を最大8個まで本体に登録することができます。メディアを変えるたびに設定を調整する必要がなく、ワンタッチでの切り替えが可能です。刃先のタンジェント制御で分厚いメディアの角も正確にカットし、薄いメディアでも複雑なカットが可能です。 CE7000 シリーズには最新バージョンの Adobe Illustrator と Corel Draw に対応したプラグインソフトウェア、カッティングマスター4が標準付属しています。さらにオリジナルのデザインソフトウェア、グラフテックスタジオ Mac 版とグラフテックプロスタジオ Windows 版も標準付属しています。 CE7000 シリーズのサイズラインナップは4種類です。装着可能な最大メディア幅が484mm のCE7040、 712mm の CE7060、 1372mm の CE7130、 1626mm の CE7160。 最大カット速度はサイズごとに異なり、 600mm/s から 1000mm/s、 最大加速度は CE7040、CE7060 が 21.2m/s/秒、 CE7130、 CE7160 が 13.9m/s/秒、 最大カット圧は 4.41N、 450g フォース。 CE7060、 CE7130、 CE7160 のスタンド一式は標準付属です。また CE7040、
CE7060 は1年間、CE7130、CE7160 は3年間の保守サービスが標準付属しています。CE7000 シリーズは上位機種並みの高性能ながら低価格を実現した、コストパフォーマンスに優れたカッティングプロッタです。